LGBT の当事者は家族にすらカミングアウトできない人が多く、就職活動中には面接などで自分らしさをアピールするときにどうしても志望動機で嘘をついてしまうことも多く、また働き始めてからは簡単な日常会話で嘘をついてしまったり、自分を隠し本当の自分を隠して働くことからストレスを抱えてしまい早期に辞めてしまう人もいます。グローバル化の進展や2020年の東京五輪、それから労働人口の減少など理由はいくつかあると思います。で、欧米では経営戦略としてこれまで LGBT 支援を取り組んできましたが、国内企業にこうした取り組みの波及が始まったのは昨年の渋谷区のパートナーシップ条例が気になったかと思います。13人に1人と言われる LGBT の当事者を支援することは、労働人口がこれから減少する日本にとっても人材確保の観点から大きな経営課題となってきます。パナソニックや第一生命では今年の4月から同性パートナーに対しても異性の配偶者と同じように福利厚生上を扱うことを決めています。野村証券など LGBT 支援を取り組んでいる多くの企業では社内規定に差別禁止の条項を盛り込むなどその程度にとどまっています。休暇や結婚祝いなど福利厚生上の恩恵を受けるためにはカミングアウトする必要があり、日本社会ではまだカミングアウトのためのハードルが高いのが現状です。特定の企業だけではなく社会全体、そしてもっと言うと教育課程の段階からカミングアウトしやすい社会環境を整えることが求められていると思います。